Is this $6? Yeah, I told you about it. Oh my god! No way! Oh, this is a chain. See the character. I thought like I was gonna say like it looks like a Don Quixote, but it is. Hi! Hi!
No, 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 you're fine, you're fine. You just, you know, film the YouTube. こんにちは、マイカです。さあ、こんにちは、ケンです。We went to, where we went to?Japanese supermarket. Mitsuwa. 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 And. 今日は丸海と Mitsuwa っていうところに行ってきて、あの日本食とかあと We went to Ralph's too. Ralph's, yeah. Ralph's っていうアメリカのもう本当にどこにでもあるスーパーにもちょっと行ってきて買い物をしてきたので、その購入品紹介をします。イエーイ。ずっとまあただ単に私がこの購入品紹介っていうのをやってみたかったから、日本食が売ってるスーパーとか、あとはそのね、日本のお肉とか魚とか、あと飲み物とかもいろいろ私たちが好きなもの買ってきたので、それを紹介したいと思います。 Let's get started、yeah.このバッグはね、ラブルフスのバッグを前に使ったやつをあのショッピングバッグとして持ってったので全部茶色なんですけど、餃子、フローズン餃子、うん、ね、これ、めっちゃホント、ここは泣いてた、赤で気づかなかった。もうこういうことあるからね、アメリカ本当見て、まあ、多分大丈夫でしょう、中身は。餃子これ、how much was it? Oh, like $26? 6ドル、28個入ってるので、まあいいでしょう。ね、ちょっとやっぱ割高だけどね。And next, beef! ちょっと今週末、焼肉パーティーをやろうと思ってるので。はい、next! うどん、うどん、うどん、冷凍うどん買いました。これ5個。It's five pieces. Yeah.It was like $6. 6ドルぐらいでした。まあいいでしょう。5ドルだったね。And strawberry. いちご。まあ全然これ日本食、日本のいちごとかではないんですけど、日本食スーパーの方が安かったので買いました。ここではトータル28.37買いました。マルカイマーケットさんで買いました。Next! So me? Introduce? I love juice. So I got my favorite. Cool! And this is grape. And then I get apple too. And I get extra grape ones too. Because I love grape. Yeah, I get extra ones. これめちゃめちゃ高くて。How much was it? Oh, $6.3本でもう20ドルぐらいしたんですよ。めっちゃ高い。まあでもね、好きって言うんで。本当は空が良かったね。はい、so you wanted a cool, right? はい。まあ it's okay. Maybe we can find another time.、うん、だからお茶とかも結構高かったんですよ。水はって結構、なんか結構割高なのかな。なんか高かったから、あんまり水はではそのお買い物。してなくて、あ、三つはこれとジュースと同じところで、あとこのポーク、すき焼き用なんだこれ、ちゃんと見てなかった。まあでもいいや。このポーク8ドル、まあ、これも焼肉に使おうと思って、これ焼肉。この肉はね、普通のスーパーには売ってないので、やっぱこういうとこで買うよね。と鮭、サーモン、これは15ドルのもの、16ドルぐらいのものが8ドルでした。あとはもも肉、こいね、もも肉、これも唐揚げとかにしようかなと思って、うん、はい、しまってきました。 We just burned the freeze stuff、yeah.なんかその丸海はなんか2つに分かれてて、あとその隣に
なんかあのビデオで流しますけど、東京セントラルストアみたいなのもあって、でそのドンキのキャラクター、あのなんだっけ、ドンペリ君だっけ、ドンペリ君じゃない、なんかあの鳥の子がいて、めっちゃ日本だった、もう日本を思い出しました。でそこで買ったのがあのネッシュ、メッシュネット、あの洗濯のねネットをね持ってくればよかったものを持ってくるのを忘れて、もうねブラとかさパンツ洗うのにさ、もうこっちの洗濯機強いからもう1個ぶっ壊れてだからもう買いました、フリーランチリー。であとねお箸を持ってきてなかったので、お箸、私もキャムちゃんも箸使うのでチャップスティック、キャムちゃんチャップスティック使えるので You can use chopstick, right? はい、イエーイ、7ドルぐらい買い物しました、この3つね。マルカイで、緑茶がなんとこれ1ドル99で売ってたの。まあね、日本と比べたら高いんだけど買いました。ウーロン茶も買いました、情熱価格の買いました。であとね、水もね、これ全然アメリカの水なんだけど、水もあの99セントだったので買いました、2つ。あ、違う、めんつゆも買ったの、こんなちっちゃいのめんつゆ、うどんとかも買ったのでそれに使うめんつゆ、これね2ドルぐらいだった、安かった for noodle。 うん、美味しいね、美味しいね。ここでは9ドルぐらいですね、 10ドル。うん、こんな感じで日本食は以上になります。最後にラウス、そう、ラルフスはあの日本、あのアメリカの本当ローカルなあのスーパーマーケットで、あのどこにでもあるんですけど、うちの家の近くにね、うん、あるね、そうめん、そうめんになる、yeah. あるね、アボカド煮玉、yeah. It was cheap, like 99 cents each、うん、1ドルぐらいで買いました。全部すっごい、 It's so hard、うん、あ、カメン、オニアオニアも買いました。これも1ドル20セントぐらいかな。で、次キャベツ、キャベツも買いました。キャベツはね、何かと使うのでスープとか炒め物にも使うので買いました。あとハム、うん、ハム、Good. これはね、ほんとサンドイッチとか、まあ、ここにもあるんだけど、クロワッサンとかにもあのサンドイッチできるので買いました。こっちはね、すごいハムの種類がバーってあって、いつも私は感動するんですけど、来るたびに I don't really have like this is like my favorite, but、mm. I just, you know, got like kind of big and because two of us、mm. and you know、mm-hmm. あとベーコン、もうキャムちゃんもベーコン卿なので、もうベーコン大好きなので、 So he's a favorite one、うん、美味しい、美味しいね。あとチキンブイヨン、これはね、なんだコンソメが欲しかったんですけど、コンソメっていうのがなかったので持ってくればよかったけど、まあチキンブイヨンで代用できるかなと思って買いました、 for soup、うん、でここにあるエッグ、これオーガニックなの、 Is it organic?、うん、ナイス、これ6ドルぐらいでした、安いよね。 Is it cheaper for $6 in organic egg? How many? Yeah, 18 18個入ってて6ドルだったんで、まあいいかなって。本当はね、日本のねエッグが欲しかったんです、私。 So to be honest, I wanted a Japanese egg、うん、But like, maybe next time、うん、あの次回すき焼きとかねやりたいので、今度その時に我慢しますね、卵かけご飯とか食べたい、めっちゃ。で、クロワッサン、ワッサン、クロッサン、 Can you say again? クロッサン、クロッサン、クロワッサンの発音もなんか面白い。アメリカ来たての時にクロワッサン言えなくて、すごいあの、はい、悲しい思いしました。ね、これね、なハメリ、Oh my god It's a lot、yeah.こんなにたくさん入ってて、もうほんと2人だから食べきれんのかよって思ってるんですけど、12個入ってなんと$7、うん、Oh my god, that's cheap、Good. こんなにたくさん入ってて7ドルでした、まあ、これはね、朝とかお腹空いた時に
クロワッサン私たち大好きなので、はい、食べます。 Next and my favorite juice Tropicana Pineapple Mango Good もうね、キャブちゃん本当にジュース大好きで Caribbean Sunset これがお気に入りなのね。ね、お気に入りなのね。もういつも本当にジュースなので、もうちょっとお水、ご飯ぐらいはお水飲ませてって感じなんですけど。うん、and body armor for school そう、いつもお仕事とか行くときとか、まあ今ちょっとあのスクールにあのお仕事の関係で行ってるので、そういうのにいつも持っていくドリンク、朝ごはん食べないのであのドリンク持ってってますね。ね、ゲートレード、ゲータレード、これ日本にも売ってるんじゃ、ゲータレードって日本にもあるよね。アーティックブリッツ、うん、Have you seen ゲータレード in Japan? No? I think so, yeah. Right. 色がね、もう本当に体に悪そうな色してるよね。でもこれが大好きでいつも飲んでます。 You need a drink of water, mother もっとウォーター、いや、もっとウォーターね。うん、ね、てな感じで今日は私たちのあのもう本当に日々のグローシャリーショッピングにお付き合いいただきありがとうございました。よかったら Please subscribe and comment、yeah. Give us thumbs up、はい、or maybe turn on our notifications notifications お、お願いします please. So thank you for watching. See you guys till next video. Bye. Good. Good. Refrigerator. Yeah.